再会。これは九州在住の森成孝くんが手紙で教えてくれた体験である。彼は九州の大学で歴史会キタンクラブというサークルを主催していた。フィールドワークを盛んに行い、様々な民間伝承や歴史寺院や神社などを調べ、学内で同人誌を発刊していた。昨年彼が体験した不思議で、また恐ろしい体験を彼の手紙から彼自身に語ってもらおう。昨年晩秋、私は車で山口県へサークルのフィールドワークへ出かけた。途中、小倉で帰省中の部員1名を乗せて高速で関門海峡を越え、数時間かけて山口県市遊南市徳山へ向かった。徳山は旧国名数尾の国東部角郡と言われたところで、以前は徳山市として単独市制を敷いていた。戦前は燃料交渉があり、空襲などを受けてもいる工業の町。2003年熊毛、新南洋市、加野などと合併し周南市として発足し、その中核都市が徳山だ。歴史を言えば、ここは長州藩の師範旧徳山藩があった場所だ。毛利輝元の子で、長州藩主毛利秀成の同房弟成孝が建てた藩で、初め下松にあったが、不便なため野上村に移転、地名を徳山と改めた。私たちはまず新南洋の山崎八幡宮にも出て、国道2号線を走り徳山へ入った。徳山藩の館跡や藩主を祀る湧水神社へも出、小玉源太郎大将の小玉神社、さらにその足でこの辺りで最も歴史があると石八幡宮へ参拝し、八幡宮の社殿や境内、岩倉と思われる馬蹄遺跡などを歴史調査をした。小玉神社、ちなみに小玉神社は砥石八幡宮が祭祀をされている。砥石八幡宮の御朱印と小玉神社のお守りも授与していただくことができた。晩秋のこととて、時間が経つのは早い。ミキ君、もう一軒行きたいところがあるんだ。そこへ行ってから帰ろう。どこなんです？杉氏の菩提寺高原寺梅。二人は車で徳山の神一の手にある寺へ向かった。晩秋のこと、早くも日が傾き始めていた。実は私は周南あたりは何度も巡ったが、この高原寺へ来るのは初めて出会った。私の死んだ祖母が僕のサークル活動を知り、山口県とかも行っとるそうじゃけど、徳山の高原寺だけは行くんやなかとよ。あそこは私ら一族は行かれんとよ。理由を聞いたが、なかなか教えてもらえないまま祖母は死んでしまった。両親は私が15の年に事故で亡くなり、祖母が唯一の肉親だった。私の家系は徳山毛利の末に連なる家だったらしく、その領地の地名を鳥森塩名乗藩に仕えたが、明治後九州へ移住して商売をして福岡で暮らしてきた。車は市街地から少し離れた山のふもと近くの古びた住宅街に着いた。なんだか錆びたような雰囲気が漂うエリアだ。狭い旧道を抜けて寺院の参道下の駐車スペースに着いた。洋が刻々と黄昏寺に近づいていく。ミキ君と私は車からカメラを担いで石段を登り始めた。先輩、急ぎましょう。パーキングでソフトクリーム食べ歩きなんかしてるから時間食うんでしよ。
先輩ごと落ち合いすが好きなんだから。ミキ君がブツブツ言いながら後をついてくる。参道石段脇は広くなって、ところどころ空いたスペースがあり、寺の修築用なのかシートをかぶって材木や角材が積まれているのが見えた。ようやく山門に着いた。相当古いもののようであるが、この門は実は開かずの門とされ封印されている。脇門から鹿は入れないようだ。境内に入ると山の十条からカラスがけたたたましく鳴いた。住職はご不在のようで、境内は寂しい虫の音がして、遠くから市街地の音がかすかに聞こえる。この寺は大内氏に仕えて、厳島合戦の後毛利軍の膨張侵攻の後、毛利高元に仕え、さらに毛利輝元の家臣となった杉氏の母大事であるが、杉氏は禅宗の信仰に厚く、安国民陽気、禅師を招いて開山したものである。安国民陽気は、元破天大僧であるが、臨済宗に代わり、行を積んだ、なかなかの高僧として知られている。禅のほかほけ経も好み、信仰していたという、桃山時代の後期の本堂や観音堂、九里、三門、鐘楼、そして鳥居の奥に身を見者がある。これは大内氏の信仰した徳山の隣、九田松の和紙の頭の山と書く樹頭山の北神明見菩薩を勧請したものらしかった。晩秋の日は次第につるべ落としに落ち始め、遠く徳山湾は黄昏始めていた。そろそろ帰ろうかと言った。その時ミキ君を見ると、寺院の隅にあるお堂を見ていたのだが、お堂には元信地蔵と書かれていた。何気なく彼がお堂の扉を開けて眺めていたが、その時風の音が強まり、晩秋の乾燥した何か冷酷な気配の風が山から吹き下ろし始めた。空には雲が湧き始めた。つるべ落としの日は急速に落ち始め、闇が忍び寄り始めた。バタン、脇門の扉が突然閉まった。風のせいだろうか。ミキ君、帰るぞと私は叫んだ。ミキ君が小走りに近づいてきたが、二人はあまりに強い風のため山門のところまで押されていた。見上げる山門は黒々としてそびえていた。空にはいい風土が光る。門の内側には貫抜きがかかり、その手前には結界らしきものが置かれていた。開かずの門と書かれた伊達札がかすれた墨書で書かれていた。